どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、皆さんにね、またまた残念なお知らせをね、しなければなりません。ということで、au 自分銀行ですねえ、自分プラスポンタポイントが貯まるお取引のポイント加算条件一部変更追加についてということで、こちらですね、今ね、毎月1680ポイントをこちらの動画でね、数本に分けて解説させていただいたわけなんですけれども、 非常にね、お得でしたので、すぐ終わるんじゃないかなっていうふうに言われてたんですけども、今回ね、1年経ったところで、今回改定がね、発表されましたということで、 ポンタポイントが毎月1680ポイントもらえるということで、ポンタポイントはですね、50%でね、ジャルマイルにね、交換することができて、またね、キャンペーンに載せれば60%でもね、交換することができるということで、ジャルマイルね、貯められている方には、非常にね、こちらお勧めさせていただいてたわけなんですけども、今回ね、改定が入ってしまいましたので、内容自体ですね、ちょっとね、変わるっていう風になりますんで、こちらやられている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと、 思います。ということで、公式サイトね、こういった形になっております。自分プラス、ポンタポイントが貯まるお取引ということで、ポンタポイント加算条件一部変更追加についてということで、5月1日よりですね、変更になりますっていうのが、公式サイトにね、出ております。まずですね、変更になるのはですね、入金。 口座振り替え、キャッシュレス決済、こちらに関しては一切変更がありません。変更されるのは積立投資で、今回新しく追加になる FX、あとポイントのね、獲得上限が変わりますということで、まず変更点なんですけども、4月30日までは現状の通りね、利用することができます。で、5月1日以降ですね、積立投資の部分がですね、今まで10万円ね、利用することができてたわけなんですけども、 5月1日以降は最大5万円までっていう風になります。で、この積み立て投資に関しても、今まではですね、特に条件とかなかったんですけども、これからはですね、前月、当月にですね、外貨から円への払い戻しがないことがね、条件として追加になりました。で、FX の部分はですね、新しくね、追加になったという風になりまして、自分銀行 FX で1回1万円通貨以上の取引に応じて、 新規取引1回ごとにポイント加算ということで上限100回までね、こちらポイント加算されるっていう風になりまして、まあこのね、 積み立て投資5万円減って FX がね、追加になりまして、合計獲得ポイント数もこういった形でね、変更になったっていった形になります。で、今のね、獲得ポイントが上限含めてこういった形になってるんですよね。ちょっと私の方でね、赤字をつけさせていただきましたけども、プレミアム会員であれば合計ね、月々1680ポイントをね、獲得することができました。これがね、4月30日までっていう風になりまして、まあ、これでですね、毎月ね、定額自動入金 やってカードに引き落としを自分銀行にして、ええ自分銀行からペイペイチャージに十万円チャージして、外貨自動積立を十万円設定していれば、まあ毎月ね千六百八十ポイントね、これで私はね夫婦共にやっておりますんで、月々ね三千三四百ポイントね、まあもらえてたわけなんですけども、これがですね四月三十日でね変更になりまして、五月一日以降はですねこういった形になるんですよね。で。 プレミアムのね、えー、ところを見ていただくと、先ほど言った通り、入金と口座振替キャッシュレス決済は今まで通りのね、えー、ポイント数で何も変わりません。変わるのは、積み立て投資の部分、あと、FX が追加になった部分っていうふうになっておりまして、まずね、えー、積み立て投資のところをね、えー、見ていただきたいんですけれども、積み立て投資のところは、今までね、えー、10万円だったところが、5月1日以降は5万円までっていうふうになりますので、こちらね、上限が750ポイントにね、下が っておりますで FX に関してなんですけどもこちらね1500ポイントはねひ月もらえるっていう風になるわけなんですけどもこちらね1回の取引1万通貨以上で1回15ポイントっていう風になりますんで、まあ、FX ねやったことある方はねわかると思うんですけどもこの FX っていうのはですね手数料がかかるんですよね。またの、ね、の自分銀行 fx っていうのは 米ドルとかのね、取引だと2000とかね、手数料が設定されておりまして、大体い 1, 1回のね、この1万通貨の取引ね、米ドルであったら、まあ、200円とか220円とかね、そのぐらい取られるっていう風になりますんで、こちらね、220円払って1 5ポイントを獲得するみたいなね、まあ、基本的にはですね、めちゃめちゃ損をしてしまうっていう風になりますんで、まあ、今回ね、FX が追加になって、合計のポイント数はね、獲得は上限増えたんですけども、まあ、基本的にね、こちらは 進めで、次にね、積み立て投資なんですけども、今回ですね、10万円から5万円に下がりました。またね、前月または当月ね、 円から外貨のね、払い戻しがないことがね、取引条件に追加になりましたということで、またね、公式サイトにね、こういった形でちゃんとね、積み立て投資のポイント加算条件例っていうのが記載がありまして、4月まではですね、今までの条件で購入して、で、購入になったらですね、即売却してポイント取ってたと思うんですけども、5月1日以降はですね、当月もしくは前月にね、払い戻しの取引がないことが条件になるっていうふうになりますんで、4月ね、利用されている方 にに関しては4月に、ね、取引してては4月ねね取引おりますよ、ね、ですので、5月になったらですね、この外貨積み立てっていうのは、5月中に関しては利用することができないって言った形になります。4月にね、売却しておりますので、5月に関しては4月5月がね、対象期間になりますんで、5月はね、何も利用することができません。ですので、利用されたいっていう方は、6月以降にですね、 積み立て設定をしていただいて、売却をですね、5月1日から6月30日に売却してしまうと、またね、あの、ポイント加算対象外になってしまいますので、6月1日以降に購入していただいて、7月になったら売却していただく。そうするとですね、この6月の下の部分のね、5月1日から6月30日の、えー こう払い戻し取引の、えー、条件にね引っかからないっていう風になりますんでこういった感じでですね利用ねしていただくっていう風になりますでまたですねこの 外貨の取引っていうのはですね、できるだけ保有したくないですよね。ですので、6月にね、購入していただいて、7月に売却するっていう話をさせていただきましたけども、まあ、おすすめとしてはですね、6月に買って7月に売るんですけども、できるだけ保有期間を短くしたいっていう風になりますんで、設定としては6月の末日の方に購入していただいて、7月に入ったら即売却。まあ、こういった流れになると思うんですよね。ですので、 こちらね、6月のカレンダーなんですけども、おすすめとしては、6月の30日の金曜日に設定していただいて、売却日を7月の3日っていった形になります。で、6月のね、30日は金曜日ということで、週末なんですよね。ですので、次の日、7月1日が土曜日っていう風になってしまいますんで、まあ、そうなってくるとね、売れないっていう風になりますんで、次売れるのが7月の3日の月曜日になってしまうっていう風になりますんで、 この保有している期間っていうのはできるだけ短い方がいいですよね。ですので、まあ、6月からね、始めていただいてもいいんですけども、もしね、リスクを抑えたいっていう方は、まあ、7月からね、始めていただくのがね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。こちらね、7月のカレンダーなんですけども、7月の31日が月曜日っていうふうになっておりまして、普通に8月1日がね、えー、火曜日っていうふうになりますんで、7月31日に設定して購入していただいて、8月30日に売るっていう、ね のがまあ1日だけね。お湯で売却することができるっていう風になりますんで、まあ、リスク回避としてはこういった感じの方がまあ、いいかもしれないですね。まあ、この6月に始めるのか、7月に始めるのかね。お好みになるわけなんですけどもまあこちらに関してはですね。まあ、できるだけね。保有しない方がいいので、まあ、7月からね。始めた方がいいのではないのかな。なんていう風に思います。で、当月とね。前月。 外貨から円のね、取引があると、ポイント加算対象外っていう風になりますんで、ここだけね、注意していただいて、 7月にね、利用された方は次できるのが6月からっていう風になります。ですので、えー、それ4月にやった方で6月購入される方は6月末日に購入して7月売却。で、7月に売却すると7月8月は取引ができないですよね。当月と前月に円の払い戻しのね、取引がありますので、こちらは利用できなくなって次購入できるのが9月の末で10月に売却で10月11月が利用できないので12月の末に購入して いただいて1月の頭に売却で1月2月が利用できなくて3月の末に購入していただいて4月の頭に売却で4月5月が利用できないので次ね6月の末に購入して7月頭に売却みたいなねまあこういった形になりますんで3ヶ月に1回購入できるみたいなねまあそういった感じのねあのー 流れになっていきますので、まあこういった感じでね、利用していただければですね、今後もね、ポイントが取れるっていう風になりますんで、まあもしね、今後利用されたい方は、こういった感じでね、利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。ひとまずですね、当月と前月にね、 外貨から円の払い戻しね、取引があるとポイント付与対象外になってしまいますんで、ここだけはね、注意していただいて、利用ね、していただければなと思います。で、全部のね、項目を入れるとね、こんな感じになっておりまして、年間ね、プレミアムであれば、5160ポイント獲得することがね、今後もできるっていう風になりますんで、まあ、年間5160ポイントね、もらえるのであれば、まあ、続けていってもね、いいのではないのかなと思います。 ということで、今回ですね、au 自分銀行がですね、ポンタポイントが貯まる取引がですね、とうとうね、解約が入ってしまったということで、まあ正直ですね、毎月1680ポイントはね、えー、去年の4月からだったと思うんですけども、まあもらうことがね、できるようになりましたよね。まあよくね、1年間持ったなっていう感じですよね。 だって、毎月1680ポイントってすごいじゃないですか。これ、しかもね、これ、やればね、ほぼほぼ誰でもね、取れるっていう風になりましたし、まあ、私もですね、夫婦でやってましたんで、まあ、毎月ね、3400ポイントぐらいね、取っておりましたんで、いや、よくね、1年間持ってくれたなっていう感じですよね。まあ、今回ね、 年間5160ポイントぐらいまでね、下がってしまいますけども、まあ、これぐらいもらえるんであればですね、やっていただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますし、またね、au 自分銀行のこのプレミアム会員になっているとですね、他銀の振り込みね、15回、月無料だったりですね、ATM のね、手数料もですね、月ね、15回とかね、無料になりますんで、やはりね、コンビニで気兼ねなくね、お金が無料でおろせるっていうのは、まあ、現金がね、必要になった時はね、本当 本当に重宝しておりますんで、いやまだまだね。au 自分銀行はね。使えるのではないのかな？なんていう風に思いますので、今後も利用ねしていただければなと思います。ということで、今回の動画ね。こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね。チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ